柿原が新鮮に救う救う。遅れてイエーイって、ああもうね、新鮮に柿原哲也が久しぶりに、何年ぶり、みんな何年ぶり、柿原新鮮に来んのね、えもう数年ぶりもう分かんないくらい来なかったけど、久しぶりに新鮮来て、もうなんか最高だよ。あ、みんなごめん、勝手にこれ YouTube 撮ってるだけだ、ごめん、ああごめんね。でも声を扱うからね。いや、気候がいい、なんか沖縄に来た感じ。あの気温的には湿度も若干ありつつだけどね、何よりも温度がまたいいのとね、あとね、これ以上は言え40分くらい移動して新鮮のあの街中に入るかな、あの中心部の方に向かうところなんでね、ちょっともういやいや、もうちょっとバスの揺れでもうシーラもこんなになってアニメみたいになってるから、ちょっとあの新鮮の景色楽しんでください、どうぞ。マクドが来てるかな、どんな求人からの応募が来てるかな、で行こうかなと思って、お昼だからね。ノンアルコールの、アイスコーヒー。お、我决定点一些没有酒精的冰咖啡。アイスコーヒーがいいな。アイスコーヒー。ね。わかりました。好，我明白了。オーダーアイスコーヒー取りました。レイコー、レイコーね、レイコー。めっちゃ聞こえましたけど、その声も。いや、楽しんでくれたらいいんだけど。
これはほら、日本でやってるノリで、ね、やりすぎると、ちょっと細かい笑いとかが、ね、伝わりにくいかもしれないからさ、割かしこう、分かりやすく話はしたつもりですけども、楽しんでくれたかな。じゃあ、よかった。ビールをよこしなさい。手配ミスが手配ミスが特に買っておりませんが、なんだってなんだって、どんだけ押すねどんだけ押すねで、どんだけ引くねどんだけ引くのこれこんなことある、ノンアルでこんなことやったんだ。え？ちょっと早く出るわよ。早く出るよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に。Wi-Fi だこれ。